ベスゴは、アメリカ海軍の潜水艦。バラオ級潜水艦の一隻。艦名はスペイン語で、タイを指し、タイ化にどまらず、キンメダイや、ベニフエダイなど、多種多様な、タイの形をした魚の総称。ベニフエダイヨーロッパマダイキンメダイベスゴは1943年5月27日に、コネチカット州グロトンの、エレクトリックボート社で寄港した。 1944年2月27日に P.J. ホーマー夫人によって命名、浸水し、1944年6月19日に艦長トーマス・エル・オーガン少佐の指揮下収益する。太平洋艦隊に配属されたベスゴは7月25日に新珠湾に到着した。9月26日、ベスゴは最初の紹介で日本近海に向かった。 10月6日に関指艇を砲撃により撃沈。10月16日夜、ベスゴは、トイミ沖で、2隻の従順洋艦と、おぼしき目標。実際は、輸送任務に従事していた、駆逐艦両月を発見。発射した魚雷のうち、2本が両月に命中した。艦首に1本が命中し、爆発、一番方下に命中した魚雷は不発だったが、 第一弾薬庫に浸水、艦首の魚雷により18番フレームより、前の艦首を切断、喪失。また、爆発の衝撃で、右原手機が故障した。しかし、両月は、沈没を免れ自力で、クレに向かった。10月24日、早朝、ベスゴは、足り岬沖で、タンカー1隻と護衛艦を発見した。このタンカーは、レーテ沖海戦に、 おとりとして行動した、小沢寺三郎中将率いる、機動部隊に付属する、第二補給部隊の陣坂江丸であった。ベスゴは魚雷を発射し、そのうちの一本が、第132号解剖艦の艦首に命中。第132号解剖艦は火災を発生し、煙突から前を防出したが、沈没は免れた。この後、第22号解剖艦と浮上報戦を交えて、 損傷したサーモンの援護や小沢艦隊の残存艦の追跡に従事した。11月5日、ベスゴは39日間の行動を終えてサイパン島に帰島した。11月10日、ベスゴは2回目の紹介で南シナ海に向かった。11月22日、ベスゴは北緯11度22分統計119度07分。 北緯11.367度統計119.117度、11.367、119.117の地点で、第151号輸送艦を撃沈した。この際、ベス号は5000トン級のタンカーも撃沈したと主張したが、最終的に認定されなかった。12月4日、ベス号は23日間の行動を終えて、フリーマントルに帰島した。 12月24日、ベス号は3回目の紹介で、南シナ海及び、タイランド湾方面に向かった。1945年1月6日、ベス号は、北緯零四度30分統計103度30分、北緯4.500度統計103.500度、4.500、103.500の地点で、サイに向かっていたタンカーにちえいと3隻の護衛艦を発見し、 日英丸を撃沈した。1月24日には、北緯05度59分統計103度48分、北緯5.983度統計103.800度、5.983103.800の、マレー半島東岸、クアンタン沖で非87戦弾を発見し、両艦ブラックフィンと共に、これを攻撃。ブラックフィンが、駆逐艦しぐれを撃沈した後、ベズゴは、 タンカー皿クマ丸を撃破した。2月2日には、北緯04度32分統計104度30分、北緯4.533度統計104.500度、10 4.533、104.500の地点で、第144号解剖下にを撃沈。2月15日、ベスゴは53日間の行動を終えて、フリーマントルに帰島艦長が、ハーマイー・ミラーに変わった。 3月24日、ベスゴは4回目の紹介で、南シナ海に向かった。4月4日朝、ベスゴは、チモール島に向かっていた、軽巡洋艦イスズ、水雷艇記事、総海艇2隻を発見した。しかし、目標までの距離が遠く攻撃を断念し、代わりに、艦隊発見を打電した。2日後の4月6日、ベスゴは、 南位08度13分統計119度14分、南位8.217度統計119.233度、マイナス8 2 1 7 1九9 2 3 3の地点で、チモール島から帰島中のイスズ以下の艦隊を、再び発見。450メートルの至近距離からイスズに向けて、八次ぎ早に魚雷を、艦首から6本。 艦尾から3本発射したが椅子図には命中せず、護衛の第12号総海艇に命中。第12号総海艇は艦隊切断の上沈没した。この攻撃の後、ベスゴは魚雷補給のため一旦フリーマントルに引き返し、補給の後再度出撃した。4月23日、ベスゴは、 南位04度57分統計112度52分、南位4.950度統計112.867度、マイナス4.950112.867、のバウエアン島沖で、ドイツ潜水艦 U-183 を発見し、これを撃沈。海に投げ出された、鹿に一名を捕虜とした。四月十八日には、南位零五度十五分統計百七度三十分、 難易5.750度統計107.500度 -5.750-107.500 の地点で特設艦指定乙女丸を撃沈。5月20日、ベスゴは54日間の行動を終えてスービック湾ンに帰島した。6月13日、ベスゴは5回目の紹介で南シナ海に向かった。しかし、この頃には日本の主だった艦船はほとんど、 姿を消しており、病院船と味方潜水艦しか見ず、この紹介で戦果を上げることはできなかった。7月25日、ベスゴは42日間の行動を終えて、フリーマントルに帰島した。終戦後、ベスゴは8月29日にフリーマントルを出港し、9月26日にカリフォルニア州サンディエゴに到着した。オーバーホールの後、 ベスゴは再び中部太平洋に戻り、グアムで作戦活動を行った後1946年5月6日に、真珠湾に配属された。その後8年間は、真珠湾を拠点として過ごし、この間1947年6月10日から9月21日までと1950年10月31日から51年4月11日までの2度、極東巡航を行った。 この際、朝鮮戦争に従事した。ベスゴは1954年8月にサンディエゴに転属となった後、1958年3月21日に退役し、太平洋予備役艦隊入りする。1962年にアグスマイナス321へ艦視変更され、1965年6月15日に最終駅。 1966年にはフリートシュノーケル改修が行われた。ベスゴは1966年3月31日に再び退役し、イタリア海軍に対応された。イタリア海軍ではフランチェスコ・モロシニの官名で活動し、その後アメリカ海軍に返却、1975年11月15日に除籍された。 ベスゴは1976年4月16日にスクラップとして売却された。ベスゴは第二次世界大戦の戦考で4個の朝鮮戦争の戦考で1個の従軍聖賞を受賞した。第二遊撃部隊第一解剖隊。所属艦は解剖艦センブリ17号、19号。日本優先戦時戦士等一部の文献では、 ワクマルに命中した魚雷は不発だったとされる。ありがとうございます。